はい皆さんこんばんはこんにちは元公立高校理科教諭のチョボ先生ですチョボットサイエンスのお時間となりました皆様いかがお過ごしでしょうかということで、えー、今日はですね、えー、チョボ先生のおすすめ水族館第9弾を お送りしたいいいととと思いますということで私ですね、まあ、水族館フリークと言いますかですね水族館協会に加盟している水族館がたい100館ぐらいあるんですけどもそのうちの6割7割弱ぐらいはまあ行っておるということと、まあ、学生時代に、ね、大学時代に魚の研究をしておりましてさらに釣りとねアウトドアのサークルに入っておりましたので。まあ ちょっとね、皆さんよりは魚についてね、詳しいのでですね、まあその観点からですね、まあおすすめしている水族館をですね、まあ配信しているという感じでですね、今日は第9弾になりますね。で取り上げる水族館はこちらになります。アクアワールド。 茨城県大洗水族館でございますということでね、まあ、茨城県大洗にあります大洗水族館なんですけどもそち,らは今日、えー、そちらの方をです、ね、今日はご紹介したいと思いますでこちらなんですけども今年のですね3月21日にですねリニューアルオープンをしておりましてですね、えー、まあもともとね素晴らしい水族館だ,だったんですけどもさらに磨きがかかったと いう感じでございますねで、新しくできた施設がですね、えー、オーシャンテラスということでですね生き物たちを360度から楽しめるオーシャンテラスということでですね、えー、まあ、太平洋を眺めるですねテラスになっておりましてその周りがですね、えー、怪獣類が見れます、えー、フンボルトペンギンはフンボルトペンギンは怪獣じゃないですね、えー、アシカとか南アメリカオットセイ 水水槽槽だとかあとかあはペンギンギですねフンボルトペンギン水槽が、ね、テラスのちょっと下にありましてですね、まあ、テラスからこう見下ろす感じで眺めることができますし、まあ、そもそもそのテラスはもう太平洋を眺めますのでねこれカフェが隣接しているわけではなさそうですけども、まあ、海風を感じながらですね、えー、太平洋を眺めることができてふと見下ろすとですねそこはもう素晴らしい生き物の世界が広がっているという、まあ、オーシャンテラスが できたという感じみたいですね。あと、伊吹の海ということでですね近くのこの太平洋からですね。大洗のま海岸から取ってきた魚とかですね。ま、地元の魚がま展示されているということでですね。ま、これがちょっと売りになっているという感じですね。で、さらにですね。クラゲ36。5ということでですね。 約10万体のクラゲがり作り出す幻想的な非日常的空間ということでですね、まあ、今ねクラゲ割とブームなんですよ。まあ、山形県のカ、ね、モ水族館なんかもクラゲ水族館として有名ですしあの揺らめきがですねあのプランクトンの、ね、浮遊生物なの揺ら,らめきがですね、まあ、非常に癒されるということでですね割とね、まあ、クラゲを展示している水族館が多くて。 クラゲブームと言っても過言ではないほどですね水族館の中でわ、ね、りとクラゲを展示する水族館が増えてきたんですけどももうそれをね10万体も数々の、ね、いろんな種類のクラゲをですね、まあ、展示しているともうこ,のここまでの大規模な大水槽でクラゲを展示しているっていうのはですねこの大洗水族館ぐらいじゃないかなっていうぐらいですねもう新エリアとして、まあ、目玉と。 なっているわけなんでございますねということでねあと入ってすぐの、ね、大水槽のところでですねイワシライフということでですね約一万五千匹のイワシがですね BGM に合わせて力強く、えー 群れ動くイワシライフもこのリニューアルオープンとして目玉の3つ目としてねやってるわけなんですけどもまあイワシが BGM 聞いてね別に動いてるわけじゃないんですけどはそれはこちら側の無理やり合わせてるみたいな感じかもしれませんけども結構、イワシもねまあまあこれも割とねもうブームになっても結構、歴史経ちますけどもまあ名古屋港水族館とかもねまあイワシの群れをまあ展示してですね 餌を、まあエサ上げたりとかですね、まあ、イワシトルネードみたいな感じでですね、まあ、消化してますけども、まあ、それもね大洗水族館でもいることもできると、まあ、イワシはね、まあ、本当にね魚辺に弱いと書くので、まあ、ポロ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 ねどんどん死んでいくんですけどもまあなんかまあ 近くのね漁師さんと多分、提携結んでおりますのでまあ、供給とまあ需要というか、ね、それがまあバランスよく取れている感じはね、まあ、しておりますのでまあそのイワシの群泳をね見ることもできるということなんですね。で、このまあリニューアルオープンしましたけども大洗水族館といえばですね ある魚をですね、ピックアップして有名なんですね。それ何かっていうとですね、まあ、昨日ね、まあ、サメ肌の話、まあ、サメの話だと思うんですけど、まあ、サメなんですよ。飼育種,種類数日本一なんですね、このサメの展示ね。まあ、サメの展示見たければ、まあ、大洗水族館だった 言っても過言ではないほどですねサメについてはむ,かむちゃくちゃ詳しく展示してありますし学術的にも、ね、かなり評価が高いという,ふうに言われております私も大、ね、い,い,いさんとか行ったことあるんですがメジロサメとか、ね、もう本当に迫力のある、ね、もうサメ水槽でいろんな、ね、その標本とか珍しい標本とかも見れますしメガマウスとかのやつとかも、ね、なので非常にこうサメ見たければもう大笑いに行けと。 もう言うぐらいですねもうサメについてはですね非常にですねもう優れた水族館になっておりますで、まあ、飼育種類数日本一なんですけども大体60種類のサメがですね飼育されておりまして、ね、多種多様なサメの仲間たちの展示やですね繁殖に日々取り組んでいるということでですね、まあ、非常に有名でございません、ね、サメの、ね、展示はね。ねねねねさらにです、ね、あのショーも、ね、割と、ね 力入れてるんですよ。イルカショーとかね。うん。で、この、まあ。 イルカのショーで有名なですね、まあ、和歌山の白浜にありますアドベンチャーワールドが有名なんですけどもそれに匹敵するぐらいですねそのパフォーマンスパフォーマーの方要は飼育員さんのもう体を張ったショー、ね、もうこれもねもう素晴らしいですね、まあ、割とですねその、えー、ショーをする会場も広くてですね、まあ、非常にですねもう見ててすげえなみたいなもうなんかねもう一体となって。本当にねもう イルカと飼育員人がもう一体になったですね、本当に素晴らしいショーが見ることができてですね、まあ、リニューアルオープンを機にですね、まあ、プロジェクションマップ マッピングを取り入れながらですね、まあ、光と水とイルカと人みたいなこれがもううまく、ね、組み合わさったコラボレーションのダイナミックなショーが見ることができるということでですね、まあ、リニューアルオープンして、まあ、プ,ロベプ,ロプロジェクションマッピングを使ってですね、まあ、非常に見せ方もさらに工夫を凝らして飽きさせないといったところでございますねということでねこのショーが、ね、名前変わって、ね、雪月花ってなってますね。なんかこう もう幻想的ですね本当に、まあ、ぜひ、ね、ホームページとか見ていただきたいんですけどが、まあ、非常にですねもうリニューアルオープンしてさらにこの魅力が増したと言ってもねいいぐらいですね大笑い水族館ね。ちょっとねもう、まあ、私、関東に住んでた時あったので割と近かったんですけどもちょっとまあ西日本ね、ね、まあ、三重県に住んでるのでなかなかね、えー、行きづらい場所になってしまいましたけどもぜひ、ね、関東付近に住んでる方はですね、えー、この休日、ですねぜひ。 大洗水族館に行ってほしいなと思いますマリーニューアルオープンしてね非常にも魅力的に魅力さが、ね、もう増しましたのでもう絶対飽きさせなませんからですねぜひ、えー、行ってみてくださいということで今日はですね彫望先生のおすすめ水族館第9弾ということで、えー、茨城県の大洗水族館を取り上げましたということで今日はこの辺にしたいと思いますそれでは皆様さ,さよならバイバイ